見張り機能を設定する方法をご説明します。見張り機能は安心 GPS 端末を取り付けた車やバイクが移動したり振動を検知した場合に E メールで通知する機能です。管理者登録をしている端末で安心 GPS アプリを起動してください。画面上部に対象の安心 GPS 端末が選択されていることを確認してください。ホーム画面から設定、安心 GPS 端末設定をタップします。見張り設定の下部をタップします。振動アラーム種別を選択し、乗り物移動検知のオン・オフを設定します。戻るをタップします。更新をタップします。しばらく待ちます。 OK をタップします。戻るをタップします。次に乗り物移動検知の振動レベルを設定します。ホーム画面からその他、振動レベル設定開始をタップします。チュートリアルが表示されるので次へをタップします。 OK をタップします。安心 GPS 端末の操作に移行します。安心 GPS 端末の設定ボタンを押して振動レベルを調整します。振動レベルは10段階あり、振動レベル1が最も敏感に反応します。実際の対象物に取り付けて最適な振動レベルを選択してください。設定ボタンを長押しすると設定完了です。アプリの操作に移行します。ホーム画面からその他をタップします。見張り開始終了をタップすると見張り機能が開始されます。しばらく待ちます。OK をタップします。見張り機能動作中はアプリと安心 GPS 端末に見張り中と表示されます。設定した振動レベルを超えると設定内容に従って警告音を鳴らしたり、管理者に E メールで通知します。見張り機能を終了する場合、ホーム画面からその他をタップします。見張り開始、終了をタップすると、見張り機能が終了します。しばらく待ちます。OK をタップします。これで設定完了です。